We Love SR。それでは、新しいホイールハブにホイールベアリングを打ち込んでいきましょう。ホイールベアリングは、車体を支えている大事なベアリングになります。なので、まあ、定期的に新しいものに交換してあげる方がいいと思います。一応今回は、新品に変えてしまいます。次にオイルシール、ここですね、オイルシールを新しく、つけていきます。オイルシールは、もうこういったところで抜き差ししたらついでに新しく変えてしまった方がいいですね。このオイルシール一体何の役割をしているかというと、ベアリングがまずあります。ベアリングがここに、直接その水がかかったり、汚れたりとかしないようにするための、ものですね。はい、それが、こういうオイルシールですね。中が汚れないように守っているということですね。これも打ち込んでいきましょう。はい、タイヤをはめていきましょう。よし、さあ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 、タイヤ交換なんですけども、 SR400 はこれ18インチのタイヤを使ってますね。で、18インチのタイヤっていうのがたまらないですね。やっぱりその17インチにも19インチにもないようなね、魅力がありますね。ちなみに、初期型は確か19かなんかついてましたよね、 SR はね。よっ、はい、で SR の場合はチューブタイヤを使ってます。なので、途中でチューブを入れなくちゃいけないですね。はい、でせっかくなんで今回は、リムも新品、チューブも新品、リムバンドも新品、すべて新しくしてます。なのでせっかくなんでタイヤチューブも新しくしてしまいましょう。はい、そんなこんなしてる間にですね、前輪が出来上がりましたね。ちょっと見てみましょう。こんな感じです。ハブを黒く塗り、スポークとリムを新しくして、タイヤをですねちょっと白いラインが入ったものをつけてみました。これでだいぶですねバイクがクラシカルなイメージに変身してくれるんじゃないかと思います。そしてですね、ダメだった、フロントのブレーキディスク、これもですね、実はですね、サンスターという会社ですね、サンスターさんからこんなものが出てます。
初期型の SR に似てるブレーキディスク補修パーツですね。そして、ご覧の通り穴がないですね。通常これ穴いっぱい開いてますよね。で、あの穴、なくなってしまうと簡単に言うとデチューンになるんですけども、性能が落ちるんですけども、ただまあすごく性能を追求したオートバイではないので、まあいいかなと思います。ちなみにあの穴の目的っていうのはですね、例えば放熱、穴がいっぱい開いてると、表面積が増えますので、この板がよく冷えるようになります。それと、ブレーキパッドのカス、こうパッドって削れていくものなので、そのカスをですね、あの穴が取り込んでくれるっていう役目を果たしてるんですね。なので昔のバイクにはなかった穴がですね、最近のオートバイには、ついてはいるんですけども、まあさほど大きな問題ではないです。なので今回はちょっと雰囲気を優先してですね、こういったものをつけてみたいと思います。はい、ブレーキローターを装着するんですけども、基本的にここのボルトは新品です。新品に交換しちゃいます。そして、ネジロックですね、ネジロックを塗ってつけていくイメージになります。で、こういう、たくさんのネジがあるもの、オートバイの中でもそういう箇所はですね、基本的にはですね、ボルトというのは全部対角線上に締めていくケースが多いですね。なので、とりあえず大体でこれで全部固定していくんですけども、その際も、全部いっぺんにネジを止めてしまうんではなくて、まずは軽く当たるところまで、それも対角線上に締めていくと、その方がですね、いい仕上がりになります。逆にもうマニュアル上そういう指示ができている場合もあります。そしてこれ、軽くまあ固定をしたらですね、トルクレンチがあります。トルクレンチで、このディスクローターの固定は23ニュートンメーターということなので、それに合わせてですね、セットしてあります。で、そのトルクレンチで最終的に、規定トルクを対角線上にかけていくと。いう形になります。トルクレンチは、これ自体、ラチェット機構がついてます。ただ、実はこれを使ってギー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 使っていくものではないんですね。基本的にはどんな工具でもいいですけど、何かで締め付けていって、最後本当にトルクをかける瞬間に、トルクレンチでカチッとかけると。これを使ってギー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 やってしまうと、こっちがですね、まあ寿命が簡単に言うと短くなります。なので必ず実際はそういうふうに、これは最後の一締めに使うものだという感じで考えていただいた方がいいでしょう。ということで、ディスクローターの装着が終わりました。はい、そんな感じでクラシカルなホイールが完成しました。ここでですね、オートバイのホイールについて今回は少し勉強をしてみましょう。で、オートバイのホイール、まあよく一般的に見かけるのは大体 2,3 種類ですね。一つはスポークホイール、自転車のタイヤのような針金みたいなものがいっぱいこう貼ってあるホイールですね。そしてキャストホイール、これはですね、 YZF-R1 などをはじめとするスポーツバイクによく採用されています。そしてネイキッドのオートバイなんかでも使われているケースは多いですね。そしてディッシュホイール、これはですね、クラシカルなアメリカンバイク、クルーザーバイクのリアホイールなどに使われていたりもしますね。で、大まかに今回ちょっとフォーカスをするのは SR400 に使われているスポークホイールになります。で、このスポークホイール、なぜあんなホイールなんだろう、メリットは何だろう、デメリットは何だろう、そういったところ、せっかくなのでこの機会にお話をしていきたいとは思うんですけども、まずはですね、よく使われているキャストホイール、多分一番見るやつだと思います。キャストホイールとスポークホイールがなぜ別々にあるのか、
というところから簡単にお話をしてみたいと思います。スポーツバイクなどに使われているキャストホイールのメリットはですね、まず基本はチューブレスホイールがほとんどになってます。タイヤチューブというものがですね、オートバイのタイヤには入っているケースがあります。タイヤとホイール真ん中の金属の部分ですね、そこの間に、自転車なんかだとチューブというものが入ってますね。あれがオートバイにも入っているケースがあります。ただですね、最近の主流はチューブレスタイヤといいまして、それを省いてですね、ホイールに硬いタイヤを密着させて空気を漏れないようにしている、それがキャストホイールです。基本的には R1 とか例えば MT シリーズなどに使っているホイールですね。メリットはチューブがいらないので、実は簡単にパンク修理ができます。外から刺さったものを抜いてですね、そしてパンク修理剤を打ち込むことによって、だいたい10分15分程度で修理することができる。そしてツーリングなど、出先でもですね、キットさえ持ってればご自身で修理することもできてしまいます。そんなメリットがあります。対するスポークホイール SR400 に採用されているピアノ線がたくさん貼ってあるものですね、あれはですね、基本的にはパンク修理ができません。タイヤを外して、チューブを引っ張り出して昔の自転車みたいに直さなくちゃいけない、これは一つのデメリットになります。そして一部スポークホイールでもスーパーテネレなどに使われているものはスポークホイールながらにして、修理をすることができる、チューブレスタイヤを使うことができるというものもあるんですけども、基本的にはスポークホイールというのはチューブタイヤが多いです。その理由はですね、画像出るかな、ちょっとここ見てください。ここの部分に画像出してるんですけども、簡単に言うとリム、ホイールのリムですね、そこにスポークが刺さってます。針金みたいなやつ、スポークって言います、金属の棒、スポークが刺さってます。そこにつまり穴があるんですね。だからその穴から空気が抜けてしまうんです、チューブレスタイヤだと。なのでチューブを中に入れてあげる必要があるのと、そのスポークがチューブに直接当たると痛むので、リムバンドというゴムの、バンドが巻いてあります、中側に。たまにね、詳しい方だと分解した時にガムテープが巻いてあるケースもありますね。あれは直接当たらないように応急的にガムテープを巻いてしまうケースもあるんですけども、実際ガムテープでも代用できてしまうような部分もあります。まあ臨時で使う場合ですけどね。そして、それだけちょっと神経質にスポークホイールの方、 SR のホイールですね、は実際にはできてます。でもう一つ、今度は MT や YZF に使われているキャストホイールはもう一つメリットがありますね。はい、ダイレクト感が強い、カチッと剛性感があるので硬いです。そして、路面をダイレクトに感じることができます、歪まないので。そういったところもスポーツバイクに多く採用されるメリットになります。その他いろいろあるんですけどね、重さの問題とか、ただ基本的にはそこがメインの部分だと思います。ただですね、スポークホイールは逆に掃除がすごく大変だったりとか、まあ聞くとですね、デメリットが非常に多いんですね。なぜそういったスポークホイールをあえて採用しているかというと、たくさん、いいところがあるからなんですね。ここからは、なぜそれが使われているかを説明していきましょう。スポークホイールのメリット一つ目はですね、見た目がクラシカルでかっこいいですね。昔ながらのあのビジュアルはやはりですね、スポークホイールを使わないと出てきません。そして最大のメリット、実はですね、スポークホイールというのはですね、ホイール自体がサスペンションの役割を果たしています。なので例えば自転車、普通の自転車はサスペンションついてないものもたくさんありますよね。あれはですね、実はですね、そのサスペンションの代わりにホイールがやはり歪むことによって振動とか衝撃を吸収してくれている。そして SR に使われているものも同じです。あのまっすぐの棒、スポークというものはですね、実は例えば後ろのタイヤを支えているコイルスプリングと内容は一緒なんですね。あの長い棒をですね、くるくる巻いたものがコイルスプリング、後ろのサスペンションですね。あのまっすぐの棒というのもですね、たわんだり歪んだりするんですね。それがまっすぐか巻いてあるか、巻いてあった方が使いやすい場所なのか、まっすぐな状態の方が使いやすい場所なのかによって実は分かれてます。なのであのホイールにピン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 あっちかこっちから張ってある状態、あの状態で例えばブレーキをガーンと乱暴にかけてもですね、ホイール自体のあの棒がしなってですね、実は、乱暴な運転をマイルドにしてくれます。
そして段差を乗り越えた時にも、すごくですね、しなるホイール自体がしなることによって、優しく走ることができる。なので SR のですね、あの均等運に乗るような乗り心地というのはですね、実はですね、ああいうスポークホイールがあるからこそ、達成できる、成し遂げられるあの乗り味ということが言えるんじゃないでしょうか。はい、ウィーラブ SR 第2話、ちょっと余計な話も多かったですけども、いかがだったでしょうか。この動画がですね、まあ、少しでも皆様のお役に立てれば我々としてはですね、嬉しいです。そして、さらにですね、ちょっと今回少しカスタムが入りましたね。で、一応今後の方針を先にお話ししておきます。いろんな、例えばセパハンがついた、そういうやつにしたい、した方がいいんじゃないかとか、もうすでにいろんなご意見があると思うんですけども、スカチューンにしたらいいんじゃないか、いろんなご意見があると思うんですけども、今回、この動画、SR がどうなっていくかというとですね、まず安全に車検に通ること、そして乗るときに耐久性を落とさないこと、それを重視してます。それと少しのチェンジで大きく変わったように見えること、そして、明るいイメージのバイクになること。今回は渋めとかかっこいい目にはしません。僕の好みで、まず明るい色、そしてさらに、こうなんていうんですかね、うちのお店らしく元気いっぱいな感じのオートバイになること、そしてさらにですね、ちょっとね、個人的な好みなんですけど、レトロっぽい感じに仕上げたいです。なので皆様の好み全部無視します、ごめんなさい。私の好みでやるんですけども、ちゃんと元気よく車検取れるように走るように仕上げますので、最後までお付き合いください。それではですね、またちょっと先の話になると思いますけども、次のウィーラブ SR でお会いしましょう。さようなら。